皆さん、こんにちは。非常識な教室集客コンサルタント、高橋貴子です。本日のテーマは、憧れの自宅教室を開業したいあなたへ、好きなことを仕事にするという素敵フレーズの裏にある不都合な真実というお話をしてみたいと思います。タイトルを見てドキッとした方も、ね、いらっしゃるかもしれないんですけれども、好きなことを仕事にするっていうのは、ある意味正しいし、ある意味正しくないんですね。なので、そのことをね、今日はちょっと解説をしていきたいなというふうに思っています。なんでこの話をするきっかけになったかっていうと、私が独立開業したのが42歳の時で、10年目になるんですけれども、その時っていうのが、ちょうどやっぱ人生の転機に差し掛かる時で、会社でね、会社の中で上に上がっていくのか、独立自営でやっていくのかっていうのは判断しなきゃいけない時期で、独立で行きたいということで当然やってるわけなんですけれども、40から50がですね、私の人生あと残りこれぐらいっていうのが見えてきた時に、やりたいことをやりたいっていうふうに思う女性が増えてくる。で、それはちょうど子育ての一通り一段落して手が離れる時であったり、子供がね、学校通っていて、自分そこまで面倒をずっと見続けなくても、ある程度子供が自立して動いてくれるっていう状態になるので、やっと自分のことを考えられるようになってきてるっていう年齢だからなのかもしれないんですけどね。で、その時にやっぱり自宅教室で好きだったお菓子とか料理とかを教えていくっていうのを選ぶとか、ハンドメイドをクラフトで手先が器用でずっとやってきて、友達にはすごいすごいって言われて、で、教えてほしいって言われて、あ、これって私って自宅で教室やったら会社みたいな大変な思いをしないで楽しくやっていけるんじゃないかみたいなことを考えて起業される方っていらっしゃるので、半分正解で半分不正解なので、ちょっと今日はその不都合な真実っていうのをね、ちょっとお話をしていきたいと思います。はい、ではまずですね、自宅でその教室をね、開業したいっていうことで、好きなことを仕事にするっていうのは何ら間違ってる感覚ではないですし、私も好きなことを仕事にしています。好きなことっていうのは、やりたいことを仕事にしているっていうことなので、会社員だった時もそうだったんですけれども、職業的に言うと、例えば旅行業とかやったりとか、ブライダルの披露宴会場ですね、バンケットの総合プロデュースができるような、テーブルクロスのレンタルの会社にいたりとか、あと家1個建てていくのをお手伝いするインテリアコーディネーターをやったりとか、あとは最後のところはね、パンをこねる機械を販売していく営業をやったりとかっていうことはしているんですが、一見バラバラなんですけれども、私の中では筋が通った決まったルールがあって、人にありがとうと、対面とかね、触れ合ったことによってありがとうと言ってもらえる仕事をすることっていう軸は外してないんですよ。だからどうしても営業職になりがちですね。それが内勤であろうと外勤であろうと、要は人と関わるから人にありがとうって言ってもらえる形になるので、事務仕事とかも当然ありがとうって多分言ってもらえる仕事だったり、社内の人に役立つっていうのは全然ありなんですけれども、私はこの触れ合った人からそのサービスを提供することによってで、ダイレクトに感謝してもらって、その人の人生が変わったり、いい暮らしをすることができる、お手伝いができることが好きなんですね。だからダイレクトっていうふうになると、やりがい生きがいからするとやっぱ営業職に近いような、もう本当サービス業っていうのが、私の、転職っていうか、やりがいで生きがいなんですね。なのでそれが好きなことになって今いますので、例えば皆さんからよく聞く動機で、昔から料理が好きだったので、だから料理教室やりたいとか、昔からハンドメイドクラフトビーズとかが好きだったんで、ビーズ教室をやりたいっていう、その形の趣味から仕事にっていう感じではないんですよね、私の場合には。仕事が趣味であるっていうふうに言っちゃってるので、その人に喜んでもらって、その人の人生が変わるお手伝いができるって、これがほぼほぼ趣味に近い形になっちゃってるんで、仕事としてやってもうまくいきやすい内容だったんですよ。
これは後付けです。その時はその内容でもちろん必死では考えるんですけど、当然自分がやってみたい興味があるところからアプローチはしていきますので、今50歳過ぎた今自分の約、22ぐらいからですから28年ぐらいやってきた仕事人生の中を振り返るとようやっと言えるっていう状態になっただけです。で、好きなことを仕事にするでよく勘違いされるのが、本当に自分が好きなこと、だから、お料理教室だったら自分が知ってる料理を教えようとか、お菓子だったら自分が知ってるお菓子を教えるとかね、どっかで習ってきたものを教えるっていう、それはそれでね、知らない人にとっては素晴らしいことなんですけれども、自分主体でビジネスの軸が組まれてしまっているっていうのがどちらかっていうと問題なんですよね。これがだから好きなことを仕事にするっていうことの弊害なんですよ。好きなことは仕事にしていいんだけれども、そのサービス提供する内容が、お客様買いたいっていう人にとって買いたい内容になってなければ仕事にならない、要はお金を払ってでも習いに来たいっていう状態にならないということになるっていう、ここが抜けているケースが非常に多いんですよね。だから具体的に言うとリサーチが少なかったりする方も多いですね。友達がですね、いやすごいよすごいよ、それ絶対教えたらいいよっていう友達はいるかもしれないですけど、本当にそういう人も稀にいれるかもしれないですけど、大概はリップサービスですからね友達ですから。で、世間っていうのはもうシビアに自分がそのお金を払って習いたいサービスかどうかっていうのを一般の人は厳しくジャッジするので、あなたがどんな人で何を提供してくれる人なのかっていうのは知らない状態なわけですよ。その状態で買いたいかどうかって判断されるっていうのは生半可なものでは届かないっていうことになるんですよね。だからよくありがちな失敗っていうのは、好きなことを仕事にしましょうっていう言葉のフレーズをそのまま信じてしまってですね、好きなことを本当に仕事にする。で、うまくいく人は一握りです。よほど時流にかなっているんだけれども、他の人がやっていなくて珍しくって、うわそれがあったんだったら習いたかったっていうタイプの教室はうまくいくんですけど、大概は今教室業界っていうのは飽和業界です。どちらかっていうと、で細分化していってるんですよ。今パン教室始めます、初心者向けのパン教室始めますレベルでは今初心者すら来ないです。はい、初心者の方も何を習いたい初心者なのかとか、その肝の部分を分かった上でそれを教えることができる人ですよということをきちんと伝えないと、その初心者にすら選んでもらえないっていうことが、にわか先生の場合でデビューした場合には特に厳しいところではあります。だって初心者の方もね、選ぶ権利ありますから、出来たてほやほやの先生に通う、例えば3000円のワンレッスンと、ものすごく技術もあって初心者に教えるのも上手で、そこに習うともしかしたら私の人生って、爆上がりしちゃうかもみたいな、人生変わっちゃうくらいかも体験をさせてくれる憧れの先生が1万円だったら、もしかしたらそっちの1万円が買われる可能性があるということです、初心者でも。ということは初心者の教室を開けば、その初心者の人が自分を親しいと感じてくれて習うかっていうと、そうでもないという時代になってます。昔はその手の届かない先生とかは敷居が高すぎて申し込めないっていうのが多かったんですけど、最近はオンライン化が進んでいるので、要はちょっと言葉悪いですけど、失敗したとしても交通費とか宿泊費まで失敗しないですよね。オンラインの中での完結になるから試しやすくなってますよね。っていうことは憧れの先生の教室にも行きやすくなってるということは、これから開業したい初心者の先生としてのスキルがないあなたのところに通わなくてはいけない理由を自分で
必死に考えた上でそれを外向きに打ち出していかないと選ばれないということになります。なのでここがね、不都合な真実です。好きなことを仕事にする OK だけど、その好きなことが、求められる内容にきちんとブラッシュアップされて外向きに表現されていなければ選ばれないっていうことなんですね。なのでお金をいただくことっていうのが案外大変ですよ。それはね、簡単にご自身のことを考えてみたらすぐ分かるはずなんですよ。面談してていつも思うのが、ご自身がね、例えばサービスを受けようっていう時には結構ちゃんと比較検討して真剣に考えているはずなんですよ。だけどなぜ自分が先生になってしまおうという段においてはそのプロセスが飛んでしまうのかが不思議です。そういう比較されても大丈夫な状態の、内容の見せ方、写真もそうですし言葉もそうですし理論武装もそうなんですけど、それがないのになぜ選ばれる、なぜ申し込みが入ると思ってしまうのかがわからないっていう感じです。なぜならばその方は例えば私のところに相談来るっていうふうになると、私以外の例えばコンサルタントさんとかね、いろいろ比較されるケース結構多いんですよ。そこまで比較して私のところに来ているのに、なぜ自分の教室は比較されないでいきなり予約が入ると思う思考で全てが組み上がっていくのかがわからないっていうことです。だからキラキラしたね感じでキラキラした人生を送りたいっていうのは何ら問題ないんですよ。だけれども仕事として捉える時にはそこに対価が発生してしまうので、対価が発生しても行きたいと思える内容に仕上がってない限りは人って来ないんですよ。だから1年で8割ぐらいの人が廃業しちゃうんですね。好きなことを仕事にしてるから。好きなことを仕事にするんだけれども欲しがる人がいるっていう前提の自分の中の好きとマッチングさせた新しい価値を生み出した状態で外に加工しないとダメなんで、例えばどこどこなんとか教室でディプロマ取りました、はい開業しますでは無理っていうことが分かっていただけると思います。昔は多分それでいけてました。今無理なんですよ。だって例えばディプロマをその学校が 毎年300人に輩出してるとするじゃないですか。そしたら全国的に300人散らばっているわけですよね。全く同じことを教えることができる人、そしたら差別化どうすんのという世界になっちゃいますよね。だから好きなことを仕事にするのは OK だけれども、それを買ってくれる人のことを第一優先で考えないといけないので、ご相談にねいらっしゃる時にもうすでにカリキュラム決まっちゃってる方いらっしゃるんですよ。で、それ教えたいんですかみたいな、はいこれを習ったんでこうやって、私これをずっとね人に伝えたいと思ってて私も得意なんですとかいう方いらっしゃって OK なんですけど、ちなみにこれは誰が習いに来る予定なんですかっていうと、えっていう顔される方いらっしゃるんですよね。で仮にじゃあ決まってたとしても、初心者の方ですとかね、中上級者の方ですとかって、いや中上級者ってどれぐらいの何をやってきた方なんでしょうみたいな、そういう感じで漠然とされてる方が特に開業時の場合には非常に多くて、要はそれが失敗のもとっていうことです。失敗というのは全く人が集まらない可能性がある教室を開業することになるということです。ですから40代50代は確かに自分の人生を考える上で非常に大きな転機だし、私も家でくすぶっていてっていうんじゃなくって、いろんな知識を持っていたりいろんなスキルを持っている人は社会に貢献っていう意味でもそれを知らない人に教えていくっていうのは何ら問題なくて OK だと思ってるんですよ。だけれども探してもらうためには買いたい人がワクワクする状態、買いたい人がこれ絶対いい、自分のためにあるサービスだ、ありがとうって言って喜びながらボタンを押してくれるっていうぐらいに仕上げないと今は探されないし選ばれないという現実も反面で知っててほしいなということで、今日はそんなお話をさせていただきました。はい、まとめます。
憧れの自宅教室を開業したいあなたへ、好きなことを仕事にするという素敵フレーズの裏にある不都合な真実とは、好きなことだけでは仕事にならないというのが残念な真実です。自分がやりたいことだけやるのではサービスの提供をすることにはならないので、今一度ですね、自分のスキルないしはやりたいことをお金を出して喜んで買ってくれる人は誰なんだっていうことを分かった上で開業しないと、まず閑古鳥です。はい、来ない人は来ないです。それは自分がサービスを選ぶ時の、神秘眼、見ていく、検証する、比較するっていう、それと同じ目で自分が見られるっていうプロセスを踏んで、自分の教室やろうとしていることを振り返ってみていただければというふうに思います。それでは。